はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。カルチョビットアーを始めていきたいと思います。さあ、いよいよ7年目のスタートです。というわけで、まだ対戦相手は、未定となっているんですが、ここはですね、練習試合を行います。そうだな、やっぱりこの2人を鍛えないといけないですね。サツキを入れよう。サチクかな。こんな感じで、戦術はチャンスメーカーをチャンスさせない。練習試合大事ですよね。お、早いな。お、でも回り込んで。おっと、まどかがちょっとどうしたんだ。大丈夫か。あ、点取られた。早っ。なんか乗り越えていくような感じで、あっさりシュート、点取られましたよね。お、縦パス、これはうーっと取らない。さて、川上が、どう、早くもゴール前へ。オフサイドラインのことでしょうか。うーっと、届かない。幸子が行こうとはしてるんだけれども。相手のチャンス、すんなり奪われてしまってます。と、ミオが。あっと、危ない、ファールです。さあ、ミオ。逆にピンチかな、後ろに回した。これで、戻ってこれる体勢が出来上がった。ワンツーがうまいですよね。やっぱり強いチームだ。これが N1 か。ストレッチ大事です。さあ、でもボールを取りに行って確保はしてますよね。縦パス、これはマドカとパンチング。さあ、縦に翻弄します。ノーホイッスルだ。どこに行くんだ。エリカ入った、同点。エリカ決めました。マドカが奪い取って、そしてセンタリングのエリカ。やりますね。このメンバーでも互角に戦えるとは。試合終了です。1対1、同点で、練習試合を終えました。いやー、この時は本当に、さすがやっぱり叶わないなとは思ってたんですけど、この、44分、そしてエリカがうまく頭で合わせてゴールを決めました。エリカは結構いいですね。ここで試合終了というわけで、ボールは捉えまくってますよね。
課題をたくさんいただきました。こんだけですね。さあもう一試合、筑波大ガマとやりましょう。今度はくるみを緑と入れ替えます。こんな感じかな。マークはせずいいか。さあ相手ボールのキックオフです。うまくいってんな。今度は一気に攻めの体勢だ。さあでこれでゴール前もつれるが、まあ、N1 といってもピンキリですからね。このボールは通った。なあ、こう、チャンスを取ってくる。くるみ、決まった。高速ゴール。ここです。相手を隙をつく。相手を隙を逃さないっていう、攻めですね。ファールか。さあ、相手のフリーキック。と、キーパーなんとか守ったが。これは決まらない。ゴールキックになります。さあ、これは出そうかな？割らない。さあ、相手ボールのスローインです。まあ、マークは結構きついですよね。さあ、飛び込んできたが、これは届かない。まあ、キーパーゲーというのは言われますよね。お、すごい。シュート打たせなかった。さあ逆サイドへ。萌え、美穂、彩香。縦をパスから。ん？ファールか。さあくるみが。これは、ゴールキーパーが対応です。本当に強くなりましたよね。中野、早いが。ファールか。ペナルティーエリア、やや外。さあ、ここはと、決めさせません。さあ、もうすぐ練習試合を終了。アディショナルタイムが2分ですね。さあ、これで、試合終了です。勝ちましたね。筑波大ガマに。これが結果的に決勝点になります。な、拾ったところをくるみが高速ゴール。もう攻め勝って待ってたくるみが。そっから、筑波大ガマが、再三。チャンスでシュートしていくんですが、高かったりうまく決められなかったりというのが続きます。して44分、これは危なかった。完全にボール不支配率や完敗で、1本のみしかシュート打ってないんだけど、そのシュートが決勝点になったということで、まあ、そうそう簡単にはいかないですよね。
はい、ご覧の通り4つ、課題をいただきました。さあ、あと5週で、ヌアの開幕ですね。さあ、オファーを見てみましょう。安い女子選手いないかな。おっと、カナが、あれ、この選手って、まあいいでしょう。女子選手いないですね。さあ、今もう2人交渉中ですので、誰も交渉できない状態ではあります。はい、というわけでカルチョビート青を、行ってみました。次の、練習試合引き続き行っていきたいと思います。高評価コメントなどお待ちしております。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。